N904i に搭載されているニューロポインター。画像中央部分。ニューロポインターは NEC が開発した携帯電話端末向けのポインティングデバイスの名称であり、同社の登録商標である。NTT ドコモによる第三世代携帯電話端末として2003年1月23日より発売された N2051 に搭載されたのが始まり。 以後 NEC 製、ーマ端末の多くに、これが搭載されている。ニューロポインターは、4方向キーの中央、一般的な機種において決定ボタンが配置されている部分に搭載されており、指で力を加えることで、画面内のカーソルを自由に動かすことができる。操作方法や感覚は、パソコンのポインティングスティックに近い。ニューロポインターを用いたカーソル移動は、 パソコン上でのマウスポイント移動と感覚的に類似しており、特にフルブラウザとの親和性が高い。ただし携帯電話端末のインターフェースとしての歴史は浅く意図しないカーソル操作をしてしまうことも多いが、設定により無効化や任意の加速度にすることもできる。現在はニューロポインターの感知バランスが良くなり、本体機能とニューロポインターの親和性も向上している。 他メーカーの類似機能として、シャープ製形態に搭載されている、タッチクルーザー、産業電機、コンシューマーエレクトロニクス製形態に搭載されている、スムースタッチがある、フォーマ N2051。ありがとうございます。